蜂蜜とお砂糖がたくさん入ったなんか蜂蜜パンみたいなのあって、それが今日3個入り、これぐらいのパンがなんか3個入りで売ってたから買ったんですよ。あ、明日の朝食べようと思って買ったら、家着いた瞬間3つ一気になくなってた。私の胃袋の中に勝手に入ってた。気づいたね。待って、お茶飲みたい。頬の肉がとっても重たくなってきたから、ちょっと食べるの控えないとね。最近食べ過ぎだよ、本当にやばいぐらい食べ過ぎ。明日からあんま食べない、控える。誕生日ぐらいから食べ過ぎてる。マジで好きながら食べてるんだけどね。今食べてるのはかぼちゃの煮物です。さっき7時50何分から8時何分かぐらいまでマックのポテトの M サイズを食べてしまいました、一人で全部。あの蜂蜜パン食べた後にやべえ、もう気をつけます。いいなぁ、一覧。まあ、質問返しのやつも書いてたよね。一覧食べたい。
知らん。食べたいね。味が染み込みすぎても味がとても濃い。あ、このかぼちゃん、一蘭絶対食べた方がいいよ。本当に美味しい。私がさっき質問のやつで、サバくん質問のやつでやったあのカスタムのやつで食べたらとっても美味しい。好きなインスタント麺、でさ、インスタント麺食べないんだよね。ラッポキが一番好き。韓国料理のテイクアウト、韓国料理のお店のウーバーイーツで食べるラッポキのが好き。なんかね、まあ、大体のところ辛いけど、でも美味しいんだよね。それが、ちんちゃんましそう。中本はあれ、岡村さんがめっちゃ言ってる。岡村さんなんか毎日中本食べてるっていうぐらい言ってる。中本さんと写真撮ってたし、生の本物の中本さんと写真撮ってた。そう、だから今度一緒に行きたいって。でも絶対辛くないやつ頼むと思う。私なんかさ、私もさ、ももちゃんみたいに何かの実況配信したらさ、絶対さ、いいよねって思った。何かの実況配信がしたい。ライブの実況配信とか。松本の配信しよう。ああ懐かしい全然やってなかったね。松本の後全然やってない。
アップデートから始まりそう。アップデートみたいなの必要だ。最悪だ。な、意外とすぐ行ってくれた。な、誰が1位なんだろう。すぐ次に。私の地元の友ですね。お、ズマさんもやってる。お、ちょっと待って、ついつい。そろそろ最後にしたい。いつだろう。マジで何ヶ月前とか。で、つむつむ配信した。普通に自分だけではやってない。イベントチケットかーい。いや、ちょっと、なんかプレミアムボックスが弾けるっぽいんだけど、プレミアムボックス弾いてみる。プレミアムボックス弾いてみるね。お願い、マレフィセント出てくれ。お願いだ。本当にマレフィセント何年出てないと思ってるの。本当にマレフィセントね。お願い、お願い、お願い、お願い。あー、誰君、誰だ。クリストフ、アナと雪の女王のクリストフが出ました。マレフィセント出てこい。本当にいつ最後、いつ出たと思ってんの君。スキルチケットが欲しい。やっぱスキルチケットのさ、スキルチケットのさ、ビンゴやった方がいいよね、絶対に。まあ、とりあえず、まあ、1プレイだけしてみよう。ちょっとアイテム、今700コインしかないから、アイテムを使えるようにね、しないとね。え、マジでさ、なんでさ、みんなさ、親指でやらないのか不思議なんだけど、親指でやった方が絶対早くできるの。なんかこの間満員電車でサラリーマンのあのおじいちゃんの方が、あのつむつむやってたんですけど、すごい頑張って、あの100万言ってて、めっちゃ可愛かった。満員電車の中マジでめっちゃぎゅうぎゅうだったんだよ。本当にやばいぐらいぎゅうぎゅうの時に頑張ってツムツムしてて可愛かったです。見たことのないツムを毎ツムにしてました。ツムタン可愛い。お願い。あー、お、いいね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 。あー、きちゃんとさ仕事して横に並んで、うん、みんなにさ画面も見せたいよね、こういうね。ちょ待って、消せるチームがないって。よしよしよし。
のフィーバーで発動させたい。お願いだ。お願いだ。はい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 あと1秒ぐらいマレーセントさ残ってたよね。なんでそこでタイムするの。まあ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 最初はこんな感じでしょうね。158番ぐらいだった。もう一回。もう一回行くぞー。もっと行きやすい。あ、やっぱあの丸あの私の好きな組み合わせって、あのマレフィセントは前詰めにしてるから絶対さ、あのその画面内に出てくるんだけどさ、それとマレフィセントとあとマイク、モンスターズインクのマイクがいたらとっても嬉しいの。私見やすいの個人的に。待って、やばいそんなことあんのね、やばいって。マレフィセント発動したのに1回しか消せなかった。ツムの立ち位置が悪かった。お願い、今コイン貯めてるんだって。嫌いだ。おいいぞこれで。ねえ、なんで、あと1回でしょこれ。あねえ、フィーバー終わったフィーバー終わったら発動してもいいぐらいの。よしいいんだ、いい。よあと1回発動させたい。お願い。ツムのせいにしちゃう。ごめんなさい。そう、見づらいツムとか、そうなんよ。一回本気でやってみちゃう？一回本気でやってみるね。いい？あのさ、ちょっとさ、音聞いてもいい？ちょっとだけね。音聞いたらいける。頑張るね。頑張るよ。いくよ。スタート。頑張って。お願い。いくよ。さっきプレミアムボックスに出てきたクリストフみたいな方がいらっしゃる。お久しぶり。先ぶりだね。でもちょっとなんか豚みたいな方となんか色の系統が似てるからちょっと見づらいんですよ。どうしてくれますか、そちらは。キャー、お願い。おいいよ。
何に乗ってるぞ。お、いいね、いいね、いいね。褒めてあげる。お、いい気がする。あ、おー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 、クリストフ頑張って。待って待って、めっちゃいいかもしれない。待って、今回めっちゃ仕事してる。えらい、やばい、えぐ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 い、いいよ、このままフィーバー。オッケーオッケー、ありがとう、ありがとう。おおおおおお、いいね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 。オッケーオッケー。あと1回、あと1回はしたい。そして1回はちょっとなるちゃん、そしていけ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 、行くんだ行くんだ。おおほほ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 、あと一回行っちゃう、あと一回行っちゃう。おー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 おお、時間が増えた。ちょっと待って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 、お願いお願い。待って、クリストフやるじゃん。待って、あと一回行けちゃう。ちょっと待って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 、ちょっと待って、全集中全集中。ちょっと待って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 、手汗やべ。クリストフいいよ、大好きになった。600、118万いった。クリストフがめっちゃ頑張ってくれた。さっき嫌な顔してごめん、嫌な顔してごめん。クリストフありがとう、めっちゃ消しやすかったよ。68枚いった。コインが2832。やばくない？でもこれまでの今までで一番のハイスコアは720万だけど、68万、久しぶりにこんな高得点が出たんだけど。1000万いけないよ絶対。1000万までの道のりは長いですよ私。あれがね、まだあのスキルマックスとかじゃないからさ、マレフィセント全然出てくれないし、クリストフも出たし出てくれないね。とっても体力使った。とても体力使ったけど、
ゲーム楽しそう。公演行動とか全然やってないの。この頃アカウント紛失したからさ、めんどくさくてやってなくてさ、いや本当は見せたいよね、みんなに。ママ、ん、バイオハザード怖そう。怖すぎるね、バイオハザード。バイコードとかさ、やり方さ忘れちゃったの。このゲーム自分でやるのは嫌だけど、人がやってるのを見るのは好き。おお、人がやってるのはね、面白いよ。私も実況とか見るの好きだもん。私、ハウハルさんの見るの好き、実況配信。ハウハルさんの実況配信面白い。TikTok とかよく流れてくるんで。なんか全然さ、こういうコードをさ、アップデートしようとしてんのにさ、させてくれないんだけど、なんだ、見せられてる。一向に進まんが。ハルさん面白い。ポケモンしたことない。
段は家の全くやんない。最近食べるのをやめられません。どうしたらいいでしょうか。載せたい写真あったかな。よくかもしれない。この時期は何でも美味しいから時期が悪いの。あ、じゃあ時期のせいにしますね。これコードを読み込みさせてくれなくなった。なんかあ、ちょっとずつ動くようになった。あ、私にこういうコードをさせてくれようとしてるんですか。して君、あー寒い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 、寒いわよ。怖い行動とかも本当に忘れた。どうやってやるんだっけ。なんかさ、一人で戦いに行くとさ怖いんだよね。ママ
ママ。ママ。ゆりちゃんが生理を何一つしない。してみない。コアコード。早く仕事終わった。あ、お疲れ。やばい。何やってよかったわけ。お疲れ。本当にね、他はね、ゲームやってないんよね。なんかあるか。ヘイデイ、ドボン、ツムツムぐらい。それぐらい。じゃあドラスゲームしてマリオパーティー、マリオパーティーって携帯でできるの？私マリオパーティー大好き。マリオカートとかもさ、自粛期間にさ、めっちゃやってた。マリオパーティー、マリオパーティー、マリオパーティーと、あの荒野行動をめっちゃやってた。うん、携帯で、あのね、携帯マリオパーティー、あ、マリオパーティー、マリオカートは携帯でやって、荒野行動がインストールされました。荒野行動を久しぶりに開いてみる。こういうコードやってみたい。こういうコードやってみな、面白いよ。スプラトゥーン2時間でやって、スプラトゥーンもさ、あれスイッチ？こんな視点前に声を入れる人が他にいないとは、それはそうね。試験前だったらね。フフフ。これコード重いよね、重いよね。重いし、アップデート？なんだ？アップデートなのか。が長いレースとっても。
レーだけ行ってみようかな、荒野行動。激戦区に行ってみる。激戦区に行った方が絶対面白いでしょ。激戦区一人でね、とずったことないよ私。無理。グループでやっても激戦区行けない。この頃長い。あ、ヘイワタさんが手をくれた、ありがとう。ヘイワタさん、ありがとう。僕しかいなさそう。嘘、僕しかいないかな。どうもありがとうございます。ありがとう、わたさん。これ書いてよ。私も個人的な話をしていいんです。またさん、ありがとう。ありがとう、またさん。私もっと和田さんの自分のことを話していいんですよ。そんなこんなでアップデートが終わりました。一回なんかやってみる。試しに一回やってみて、なんかつまらなさそうだったらやめます。シングルで一回やってみる。何、なんか場所が増えてる。なんだこれ。
シングルで一回行ってみる。怖いんだけど。マジで、あの、一人でやったことない、本当に。自粛期間の時に一回やってみて、なんか60何位とか40何位とかで勝手にやった気がする。怖い。怖いね。マジで。都心進化とか響き懐かしい。ラベンダー畑、待って、またなんかみんなでやりたくなってきた。怖い。今度水工場行ってみよう。水工場はね、なんか人がいなさそう。あ、い、なんか人がいてもなんか、え、待って、あ、あー、びっくりした。人がいてもまあ大丈夫そう。待って、え、待って、どう、え、待って、どうやってやるんだっけ。ちょっと待って、普通に忘れた。 1200m だっけ。ループした、大丈夫。私が電波持ってってるかな。あ、出る、よしよし。あ、いいんじゃない、久しぶりにしてはいいんじゃない。久しぶりにしてはいいんじゃないか。人いませんよね。武器何も持ってない。あ、ええ、ほうほうほう、持って、人いない、人がいない。待って、もうやり方をど忘れしてる。女、ちょっと待って、完全にやり方をど忘れしてる。なんかもう操作がわかんない。いなかった、人がいない。あれ、これ音聞こえる。人が、人がいない。なんだ、都心シンク行かずに水工場でしっちりいったからかな。待って、空いてる、人がいる。待って、人が いなくてつまんないじゃん。写真行った方が良かったね。チキったわ。チキった。チキン。チキン女です。怖い。まあ、それ銃持ってないからさ。銃持ってないから、あの、戦えない。狙撃銃しか持ってない。至近距離で戦えないんだけど。あ、MP5 ゲットした。待って、もうみんなでやりたくなってきた、荒野行動。待って。ぼってぼって、
え、撃たれた。ちょっと待って待って待って、撃たれた。あ、結構本格的な人じゃん。待って、ドットサイトどうやって抜くの？ね、いる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 。どうやってやってたっけ？え、ちょっと待って待って待って。死ぬだよ。待って、まだいる。うん、ボットだけど。どこにいる？待って、マジでどこにいるの？本当に。ああ。待って、いろんなところに。待って、ドットサイト。ちょっと待って、本当に。え？よし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 。待って、もう一体いるんだけど、どこにいんの？近い近い近い。待って、どこにいんの？で、マジでマジで。あ、はい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 。こうやなう。ファンの人画面見えないのにこうやなう。どこにいんの本当に。あそこか。ヒットしてるかこれ。近づいてみる。いるんだね。だって本当にどこにいるの？ね。おい。おい、どこにいるんだ。どこにいるの？近くに。いるはずなのにいないんだけど。きっとこれ偽物だな。あ、いた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 。君だ君だ。敵にフィット。あ、待って、ちょっと待って、いるんだけど。あ、たまらない。待って、2体いる。ちょっと待って、いろんなとこからやんないで。あ、おお、いいねいいねいいね。お、え、3人。待って、まだいるまだいる。どこにいんのね。ずっと撃ってくるねえ。もうちょっとさ、激戦区行けばよかったじゃん。ずっとここにいるんだけど。どこにいんの本当に。ちょっとさ、あ、おー、4人倒した。みんなきっとね、あの本物の人間ではないんだよ。私は分かってるんだ、本物の人間ではないということを。よし、5人。
とりあえずなんか都心行ってみたらいるんじゃない。やっぱさこういうのさ一人でさやってる人少ないよね。さ例えさ一人でさやっててもさあのあれだよね、例えば一人でやってても絶対さ4人でさグループ組んでさやるじゃん。本当に一人で戦ってる人とかさいないよね。でさそのシングルでさ戦ってる人少なそう。普段だったらちょっと祈るんですが、都心新区に行ってみます。ちょっとつまらないので人間がいなくて。これさ YouTube のさ配信とかでさやりたいよね。普通にさこういう見せて画面とか見せてやりたい。残り人数が半数になったらしい。でも油断はしないようにだってね、何人か集めてやりたいね。ちょっと待った。え、待って待って、結構食らった。なんか何かを食らった。待って、めっちゃ重生するね。実況配信したマジで声コールしかできないけど、ね、待って待って、ガチ待って待って待って、どっから、待って普通に木に隠れてたら終わった。46位、え、悲しい。悲しいね。次はちょっと一人で都心に行きます。ちょっとこれやってちょっとまたちょっと人がいない事件が起こったらもうやめます。人がいない事件が起こったね。皆さんゲームとかします？私は最近はしません。みんなゲーム何すんの？パズルゲームとかさあるじゃん、いろいろ。で、なんだ、あ、どうね、あ、音ゲーもあるのか。音ゲーね、あ、桃鉄、あ、サッカー場とか人いるか、なんか無理そう。都心届かなそう。
届かなそうで届くもの、届かなそう、欲しい、欲しい、うん、届かないね。ここだ。ちょっとなんか人がいそうなところを狙ってみたはず。人いますように。私は戦いたいんだ。私は戦いたいの。ねえ、いない人。やっぱさ、数人でさ、やった方がいい。やっぱ数人でやった方がいいんだ。人がいない。みんなどこにいるの？人がいなくて悲しいので自分で終わります。悲しい。ねえ、空だとさ、あれだよね、本当に。だと本当にさ、あ、戦闘終了。悲しい。人がいなくて悲しいので次は誰かとやります。なんか面白いゲームないのかね。面白いゲーム。ゲーム人気。難しかった。じゃあ次は。いろんなゲームをやろうとする人。みんな見えないよ、見えないのに。みんな見えないのに。なんかさ、ロボットじゃないか確認するためのさ、なんか橋をタッチしてくださいみたいなさ、あるじゃん。信号機をタッチしてください、タクシーをタッチしてくださいみたいな選ぶやつ。それさ、地味にむずいよね。なんかさ、リンさんもさ、前にさ SNS にさ載せてたけどさ、地味にむずい。あれ、これ信号機なの、これ橋なのみたいな、どっちみたいなばっかでさ、めっちゃむずいん。あれ、地味に難しい。だってその話さっき家でしてた。ガチむずいね、ほんとにね。ほんとにあれむずい。
ずいね。トラックみたいな普通の車むずいよあれ。ひらがなのやつ出会ったことないかも。私数字のやつしか知らない。数字なら「マリオカート」の最新データが遅い、アップロードが遅い。大文字 W か小文字 W か、めっちゃわかる。共感共感、本当にわかる。めっちゃする。その気持ち、色素がない。プラチナフラッシュかときはめっちゃ嬉しい。プラチナフラッシュありがとう。今日はすっぴんですね。美味しすぎて毎晩見てくれると、おー嬉しい。嬉しい。ダウンロードが遅すぎて嫌になりそう。まだ 12% しかいって。あ、よかった、通信できるよこれ。マリオカート7が私一番好きだな。マリオカート7が世代だね私。3DS の。マリオカート7が一番好き。のこのこ岬好き。のこのこ岬。マリカ。マリカ。マリカっていうマリカ。
リオカード逆走しちゃう人。私も昔よく逆走してた。今日渋谷行ったエリちゃんの広告があった服のやつ、おう嬉しい、ありがとう見つけてくれて。アメリカのダウンロードってこんなに遅いの？めっちゃ遅くない？動物の森やったことない。蜂から逃げるやつなら知ってる。初見です、ありがとうございます。マイク交換修学旅行、修学旅行中みんなやってたって。いや楽しそう、高校のみんなやるの楽しそう。ちかちゃんがタワーくれた。え、なんで？嬉しい。ありがとう。え、ちかちゃんがタワーくれた。最近めっちゃ投げてくれる。ありがとう。
ちかちゃん、たまありがとう。頑張った、バイト。あの、大って書こうとしたら、現代の現って書いちゃった。バイト代は自分に使っていいんだよ。いつもありがとう、いちかちゃん。いつもたくさんの愛もらってます。とっても嬉しい。いちかちゃん、ありがとう。いつも嬉しい。本当に私のことめっちゃ思ってくれてる。ありがとう、いちかちゃん。ありがとう、ありがとう、いちかちゃん、嬉しい。自分宛てじゃないのに文章感動しちゃってめにちゃ、このここの色で何のお茶か当てられたらすごい。名前が出てこないけどよく飲んだそれ。お、ほんと？あ、そう、夜間の麦茶のやつ。最寄りの自販機だから、これはあの真帆ちゃんが自動販売機で買ってくれました。乃木坂で気になるメンバーとかいる。私はもうあの蓮華さんが大好きです。I love蓮華さん。そんなこんなでもう 88% まで来ました。とっても長いでございます。大丈夫そうですかね。長い。おお、一気に 4% 上がった。92。長い。ゆっくりだ。お疲れ。お仕事お疲れ様。私は見に来ました。ありがとう。今日誕生日です。おめえ。おめおめ。早く、めっちゃ待ったよ。めっちゃ待ったよね、みんな。やっと始まりました。また起動中が始まった。なんか長そう。起動中なんか長そう。何個あるの。おお、すぐ進んだ。 OK。
ケーオッ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 ケー、なんかいろいろ説明が、なんかいろいろ説明があるみたい。長い。なんかさ、レインボーロードやりたいんだけど、私一番苦手だけどね。レインボーロードないの？なんだか間違い入った。レインボーロードないやん。レインボーロードがないので、なんかあのみたいな顔の人がドーンと落ちてくるところです。ドッスンっていうの？そうなの？うん。お、いいねいいねいいね。おお、1位だよ、1位1位。早い早い早い。おお、ちょっと待って、これど、ああ、うそうそうそう。待って待って待って。待って、みんな早い。どうやってやってんのこれ。待って、待って、早い早い早い。待って、これどうやって操作すんの？あ、こうだ。2本指じゃないんだ。待って、なんか1位、なんか1位。え、待って待って、あ、待って、なんか1位なんだけど。ちょっと待って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 、早い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 。待って、 150cc にしちゃった。おお、あー、なんかぶつかった。あ、よし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 、なんか1、なんか1。早い早い、ちょっと待って、早い、早すぎ。私 150cc とこんなに早いの？うん、待って、もう私ダントツ1位なんだけど大丈夫？後ろに全然誰もいないけど、待って、後ろに全然誰もいないんだけど。待って、大丈夫？ちょっとさ、なんかさ、CPU 線、待って、わかんない、全然、何がね。あ、待って、あ、スタートラッシュ遅れた。
あ、またなんか1位、またなんか1位、なんか1位だよ。お、ドリフト、ドリフト、ドリフトだっけ、なんで、なんて、キャー、なに、ここどこだ、あ、イカスミやられた、イカスミ、よし、ねえ、後ろに誰もいない、どうすればいいの、お、当たった甲羅、やったぜ、ねえ、誰もいないんだけど後ろどうすればいい、さっきからめっちゃ壁にぶつかる、あ、あ、最悪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 、あー、いいねいいね、赤の甲羅ってさ絶対誰かにぶつかるやつじゃん、赤の甲羅が来たんだけどなんか避けた、またなんか後ろに誰もいないんだけど本当にどうする、誰もいないんだけど、なんかそんなちょっと強い人いないの、そんなちょっとさガチなガチな、なんかあのゴール、私がゴールするとしたら後ろに誰もいないね、これも私が強いということやるし、あの2位で戦ってくれる人がいない、ずっとなんか1位、私後ろに誰もいない、どうしよう、うまいってことはありがとう、うまいってことね、うまいってことね、そういうことにしとくわ、天才ね、分かった。うまいけどみんな優しいね、うまいってことだって言ってくれる。優しい。
大根達人とかもあるんだ。大根達人、大根達人私苦手なんだよね。なんか打てないの、手が追いつかないんだよね。大根達人はさ、めっちゃ好きなんだけどさ、あーよく TikTok の広告で出てくるさ、待って、ぷよぷよあんの？ぷよぷよは入れるしかなくないか、ちょっとやってみる。ぷよぷよがあるんだけど、あ、桃鉄さできるんだね。このちょっと待って、なんか面白そうな脱出ゲームみたいなのあった。面白そう、脱出ゲームみたいなの大好きなんだよね。もうさ、 3DS でさ、脱出ゲームみたいなさやつめっちゃやってた。体験版みたいなやつで。ぷよぷよいい、楽しい。大根達人ゲーセンやったことあるよ。大根達人、チビドラゴンと不思議なオーブ持ってるんだけど、 3DS のね、チビドラゴンと不思議なオーブね、ずっとやってた。普段はね、普通でやってるから、難しいもできないんだよ。チビドラゴンと不思議なオーブ大好き。私はオンってやってね、いいよね、チビドラゴンと不思議なオーブ。楽しかった記憶。簡単もできん、嘘でしょ。太鼓の達人、太鼓の達人、名前を決めた。懐かしい、懐かしいな。待って、懐かしい、待って、エモい曲ばっか。ちょっと待って待って待って、埼玉2000とかさ、懐かしくない？チビドラゴンと不思議なオーブに待ってよ。くるみ割り人形もあった。カルメンなんとかなんとかもあった。夏祭りとかもさ、定番だよね、あの太鼓の達人に。やっぱ定番夏祭りよね。なんか設定でさ、あべこべってなんだ。ちょっと完璧でやってみる。一回間違えたら終わりのやつやってみるね。一旦普通でやってみる。一回間違えたらもう
そこで即終了のやつ言ってみるね。チビドラゴンあるよ。あのね、フライングゲットとかある。待って、緊張する。手汗がやばい。ドン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 。あっ、リズム感なさすぎないか。私待って、普通は余裕かも。待って、手汗半端ない。待って、サビ終わってよ。100コンボ。手汗やばい。ドンドン。あ、意外といける。これ目離したらあかんね。やばいやばい、もうリズム感なさすぎて。間違えた。画面見てたら間違えた。曲があんまりない。で、アンパンマンのマーチを難しいでやってみます。一旦ね。私難しいで本当にやったことない。待って、間違えた。ねえ、9回しかタップしてない。ちょっとあのリベンジ、アンパンマンの街リベンジ。てん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 。待って、また間違えた。ねえねえ、5回しか叩いてない。5回しか叩かない。最後最後最後、ドドドンドドドンね。
最後最後最後10回は叩きたい。10回以上叩いてない。どんどんどん。おーおー、26回叩いた。ねえ、やばい。自己ベストだって。49回叩いた。すごくない？すごくない？49回叩いた。まだ本当の本当に最後、本当の本当に最後ね。アンパンマンのマーチ難しいよ。リベンジね、最後。22回もうやめますもうやめる。すごい、楽曲取り放題とかもあるし。リンダ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 、にゃさん踊らにゃさんです、踊らにゃさん踊らにゃさんです。待っていたい。お、すごい、夜な夜なダンスある。カラーズでやった夜な夜なダンスあるよ。私出ないのに勝手に振りで参加しちゃって、出るかと思って、出るかと思ったのに振りで参加して、結局自分出ない曲だったっていう思い出があります。夜な夜なダンス、あ、ピーチもある。私がノブさんのジョーカーにかかった曲だ。ないのかな。好きな人がいるからか。365日のラブストーリーとかさ、チビドラゴンに入ってんだよね。あ、さらば愛しき悲しみたちよ。恋するフォーチュンクッキーだって。
ルチャークッキー。なんとか2000が多いね。すごい、いろんな曲がある。すごい、なんか見たことない曲が。食べるな2000、太鼓の2000、10、なんていうんだ、感じ。ちょっと待って、エモい曲見つけた。見つけちゃった、エモい曲。ちょっと待って、エモい曲見つけた。スーハー2000。スーハー2000めっちゃ難しいんだよ。スーハー2000なんかいきなりね、なんかあのこのドンドンとかあるところのペースがウォーンって速くなるの。スーハー2000懐かしい、懐かしい。スーハー2000癖になる曲なの、聞いてみてください。あと私の好きなオーソレミオあるかな。オーソレミオが好きなんだけど、私オーソレミオ知ってる、みんな。オーソレミオ、オーソレミオって曲が私好きなんだよ。オーソレミオあると思う人、おー、グッバイ君、おお、あるかな、あるかな、あるかな。お願い。私の。ミーヤー懐かしい、やってた、あのチビドラゴンの時。待って、オーソレミオない。待って、オーソレミオがない、オーソレミオがない。オーソレミオがいない。どこに行ったの、オーソレミオ。オーソレミオ。iPhone のやつにオーソレミオな。
ないみたい。大鶴美代が、大鶴美代大好きなのに。ないみたい。大鶴美代ないわ。大鶴美代なかったです。悲しいです。私の大好きな大鶴美代がありませんでした。慰めてください。白鳥の湖、結局も知れた。ああ懐かしい。大根達人好きだけどさ、できないからさ。大根達人向いてないんでね。あの音ゲー系向いてないの私。リズム感がなさすぎて、あと手も動かないから、なんかすごいね、リズムゲーム系はね、私とってもあの向いてないんですよ。なんだかんだもう2時間ぐらい配信してる。あ、千本桜懐かしい。アンスター私のボロボロ、アンスタアンサンブルスターズ。私もね、真帆ちゃんのね、せいでね、推しがね、何人かできてるんだよね。推しが私もね、でき始めてんの。いろんなグループにね、真帆ちゃんに見せられるから。この間歌プリのなんか映画のなんかライブみたいなのなんか早朝からなんか行かされて、普通にねなんか面白かったんだけど、私は歌プリの中ではトキヤ推しです。トキヤ、トキヤ推し。あとなんだっけ、なんかさ大人数のさアニメあるよね。結構大人数な、なんだっけな。それにもさ、もういいって思ってさ方がいらっしゃるんですけど、何のグループか忘れました。推しなのに。あ、すごい知ってる方いた。トキヤ意外。なんだっけな、スタマイじゃない、キャピキャピしたような、うんうん、マモちゃんの好きなアイナナでは推しはいないの。私は
トキヤだけ唯一指定席すごいそれなんで知ってるの。大人数のアニメなんだっけな。ファイナルアルクにこの前語られてきたなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、何のアニメだっけ。でも有名、めちゃめちゃ有名どころだからね、みんな出してください。どんどん名前出してくれたら多分わかる。アイナナじゃなくて、アイナナじゃない、ヒプマイじゃない、ヒプマイじゃない、クリエイト、ヒプマイじゃない、なんだっけん。もうちょっとね、なんかキャピキャピした感じのねアニメだった気がする。なんだっけ、歌プリじゃない、歌プリはトキヤ、歌プリはトキヤ推しです。待って、なんだっけ、まほちゃん、アイドルマスター、ちょっと待って、じゃない。男性の、男性のやつ。男性のアニメのやつ。なんでイヤホンしてきてるの。中地さん絶対私の話聞いてないでしょ。歌プリは一人推しがいて、アイドリッシュセブン推しがいなくて、アンスタも推しがいないってさっき言った。違う、アイドルマスターでもない、なんだっけ、なんだっけ、ミチだなんて、エリーちゃんがドリフェス、ドリフェス調べてみる。あ、違う、
じゃない。ちょっと待って、もうママちゃんからもうめっちゃ聞いたことあるなんか名前ばっかで出てる。ズールとメッツォ、ズールもメッツォも私わかるわ。ツイステじゃない。待って。思い出したい。とっても思い出したい。お願いだ。なんかちょっと金髪っぽい感じの方だった気がする、私の推しは。なんだっけ。待って、もうアニメのねやつ見た方が早い。この前ね羅針盤にね生かされました。私待って、わかんない。でも推しじゃないってこと？もう推しじゃないのかな。待って、違うかな。あ、違かった。待って、悔しい悔しい。あ、とても悔しい。ちょっと待って、絶対見つける。え、そう、まほちゃん配信始まった？待って、悔しい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 、さすがに悔しい。なんで？ここまでさ、あれ、もしもし？もしもし？あのさ、この間さ、一緒にさ、あの、羅針盤行った時のさ、私の推しって誰だっけ？金髪の。
そう、それ何のグループ？え？え、その名前だったっけ？ラビット？ラビッツ？その全体の名前は？ねえ、ごめん、アンストだった。あ、なんかあの歌プリの私の推しはトキアって言って、でもう一人推しができたんだけど、あの誰なんかどのグループか忘れたって言って、みんながね頑張ってアイナナとかアンスターとか出してくれたってたんだけど、いやアンスタじゃないってずっと言い張ってた。アンスタでした、ごめん。そう、な誰だっけ、トモヤ、真っ白トモヤ、真っ白トモヤです皆さん。そう、それがずっと気になって仕方なくて、今とってもスッキリしました。ありがとう、さすがです、ありがとうございます。今日も一日お疲れ様です、おもりさん、バイバイ、ありがとう。おお、アンスタでした、真っ白智也さんでした。ごめんなさい、アニメは見てないけど真っ白智也さんが好きです。そう、この間マシュートメは可愛い系、トキアと違くない？ね、確かに違う、系統違う。そう、マシュートメさんは顔面が強いですね。そうです、マシュートメさんです、ラビッツのアンサンブルスターズ。そうです、スッキリしました。好きです、ありがとうございます。さあ、マシュー友也さん検索してみてください。アニメは見たことないし、声も聞いたことない、顔しか見たことないけど推しです。しました、リリちゃんに影響されて久々に音ゲーやったら全然できなくないと。本当に音ゲー難しい、
系でなんでこんなには難しいのかしら。顔落ち、そういうことになるね。詳しい。アニメ自体も詳しくなってきたし、誰がどのキャラがどの声優さんが何のキャラやってるかっていうのも分かるようになってきた最近。くるなってっちゃった。そう、まほちゃん効果です。そうです、なんか勝手に頭に入ってくるんです。痛っ。勝手に頭に入ってくるんです。そう、声優さんもめっちゃ覚えてる。にわかの私より成長してるなって全然私も全く分かんないけど、やっぱ大森パワー強い。もう本当に全然わかんないけどね、アニメ。わかるの？ちびまる子ちゃんぐらい。ちびまる子ちゃんぐらいかな。ちびまる子ちゃんは大野くん推しです。大野くんと城ヶ崎さんが好き。ちびまる子ちゃんは。本当に城ヶ崎さんが好き。うん。あ、すごい。妹と一緒だ。俺も城ヶ崎さん好きだわ。だって私は大野くんと城ヶ崎さんが好きだって。ビジュアル大事だって大野くんの相方で誰やっけ、なんだっけ名前。大野くんの相方
髪の方だっけ、茶髪だったっけ、あ、杉山くんだ。私ね、サザエさんの推しはあの推しはイクラちゃんが好きです。イクラちゃんめっちゃ可愛くない？待って、ゲシュタルト崩壊、ゲシュタルト崩壊してる、なんでだ、イクラちゃんかわいいね。なんだイクラちゃん、イクラちゃんかわいい。サザエさんの推しイクラちゃんが好き。あ、私はタラちゃん派。あ、タラちゃん派ね。そうね、タラちゃん派かイクラちゃん派に分かる。タラちゃん、あ、ゲシュタルト崩壊、あーイクラちゃんかな。イクラちゃんの方がちっちゃいんだね。タラオは3歳らしい。イクラちゃん年齢、タラちゃん3歳、イクラちゃん、イクラさんは倉さんは年齢が書いてないんですけど、0歳森助さんと太子さんの息子、一人息子、0歳っぽいタラちゃん。あとさ、なんかさ、私こういう人が好きなんだよ、わかるよ、こういう人が好き、こういう人が好き。ね、サザエさん、誰かわかんない、なんか掃除してる人、公園とか掃除してる人。待って、三角の人、それそれそれ、佐々木のじいさん、佐々木のじいさんも好き。タラちゃんと佐々木のじいさんが推し。そう、佐々木のじいさん、そう、三角の、それそれ、そう、佐々木のじいさんが好き。
う、髪の毛三角だ。タラちゃんと佐々木おじいさんが好きです。今日珍しくこの時間でも眠くない。なぜなら11時間寝たからかな。ファッション中央6ちゃんでサザエさん絶対見上がって難しい。日曜日か。そう、私のスキピ佐々木のじいさん、タラちゃん、大野くん、城ヶ崎さん、あと何アニメがあるかね。あと定番なアニメ、ワンピースはニコロビンさんが好きです。ニコロビンさん、ドラえもん、ドラえもん誰がいるっけ。ドラえもん、私ドラミちゃんが好き。ドラミちゃんが好きです。スパイファミリー見てない。あ、アンパンマンは赤ちゃんマン。アンパンマンはね、もうちょっと探らせて。いろんなキャラいるでしょ。ちょっと推しを探させて、次の配信まで推し決めとくわ、アンパンマン。それでは順位を見ます。13位ミサトさん、12位ヨッシーさん、11位中地カザエルさん、10位上田ちゃんさん、9位カリウシさん、8位メタルハートさん、7位エリーファイティングさん、6位ゾーンさん、5位キミさん、4位ミヤピーさん、3位ヨシウミさん、2位ワタさん、1位イチカさんです。ありがとうございます。それでは見てくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた会いましょう。バイバイ。2時間半長い時間でしたが、ありがとうございました。見に来てくださってめっちゃ長かったよね。ありがとう。バイバイ。